皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラカワエレナのアスカカマエルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は生徒さんからの質問をシェアします。先日生徒さんから U のハンドモーションを練習法を教えてくださいといったような質問がありました。今回詳しく説明していきます。ハイナなどの U のハンドモーションを柔らかく見せるためにはポイントはもう一つです。力を少しずつ抜いていくこと、この一点に限ります。で、自ら力を入れながら手を動かすのではなくて、力をどんどん抜いていくことで柔らかく見せることができます。 U のハンドモーションは口から斜め前まで出しますよね。で、その出す時なんですけれども、口から一番高いところに一度来ます。で、そこからだんだんこう伸ばしていくわけなんですけど、伸ばしていく時にここで力を少しずつ抜いていきます。こうすると柔らかく見せることができます。練習法としましては、まず、こちらのところに置きますよね。で、ここから一番高いところに来る時まで、ここまではしっかりこう押してあげます。この中にね、しっかり押してあげます。で、一番高いところに来ました。そしたら今度そっと押して反動をつけるような形で、どんどん力を抜く感覚をまず掴んでみてください。今から悪い例をします。悪い例というのは自らの力で動かすといったような例になります。いきますね。このように力を入れて一番高いところまで持っていき、そこから力をどんどん抜いていくと U のハンドモーションを柔らかく見せることができます。ぜひ練習に取り入れてみてください。今日は生徒さんの質問をシェアしました。ポイントは U のハンドモーションを柔らかく見せたい場合は、一番手が高いところまではしっかり力を入れて、その後は力を徐々に抜いていくです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。